アレン・エザイル・アイバーソンは、アメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手。バージニア州ハンプトン出身。アレン・アイバーソンと表記されることもある。史上最低身長の NBA シーズン得点王、MVP 獲得者である。体のサイズは関係ない。ハートのサイズが大切なんだという名言を残したことでも知られる。NBA においては、 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズ、デンバー・ナゲッツ、デトロイト・ピストンズ、メンフィス・グリズリーズの4チームで14シーズンにわたってポイントガードとシューティングガードの両ポジションをこなすコンボガードとしてプレーする中で11度のオールスター出場で2001年2005年に2度のオールスター MVP を獲得するほか NBA シーズン得点王は4回。 2001年には MVP を獲得している。得点王4回は、マイケル・ジョーダン、ウィルト・チェンバレンに次ぐ3位体の記録である。セブンティー・シクサーズ時代の背番号3は、2014年3月永久欠番となった。2008年、ESPN が選んだ偉大な歴代シューティングガードの5位に選ばれている。1位からマイケル・ジョーダン、コービー・ブライアント、ジェリー・ウェスト、 ジョージ・ガービン、アイバーソンの順で、主に PER での順位付けであった。ニックネームは AI、ザ・アンサーなど。1975年6月7日に、アン・アイバーソンとアレン・ブロートンの間に生まれた。アレンという名前は、父親の名前から取られた。生後しばらくは、祖母の家で13人の同居人と共に暮らしていた。その後ブロートンは逮捕され、アン・アイバーソンは、 祖母の家を出て、マイケル・フリーマンと結婚した。それから二人の妹が生まれたが、フリーマンは、ドラッグ所持容疑で捕まり、生活は、水道や電気が止められ苦しい状況に陥った。高校は、地元バージニア州のベセル高校に入学。バスケットボールとアメリカンフットボールの2種目で、バージニア州のスタープレイヤーとして、名を馳せた。アメフトでは、クォーターバック。 ディフェンスバック、パントリターナーとして活躍、高校2年のシーズンにタッチダウン34回を挙げてチームを州チャンピオンに導き、その後はバスケに専念することを決め、こちらでもチームを州チャンピオンに導いた。この時、どちらの種目でも州の MVP に選出されている。当時は全米中の大学からスカウトの話があり、卒業後は、 名門県タッキー大学への進学がほぼ決定していたが、ボーリング場で白人グループ対黒人グループの乱闘事件に巻き込まれて逮捕され、懲役15年の有罪判決が下されたことで、進学の話は白紙となった。いずれも被害者は白人で、3名の被害者に対し当初は、各20年合計60年の懲役刑になるとも言われていた。この乱闘事件には、 多数の人間が関わっていたが、地元では蝶のつく有名人であるアイバーソンとその友人3名が乱闘には加わっていなかったにも、関わらず逮捕された。将来を職望された超スーパースターが逮捕されたこと、さらには人種差別を背景に、アイバーソンを陥れるために計画的に、でっち上げられたかのようなこの事件はやがて全米の関心事となり、裁判がやり直され、 約5ヶ月の服役後に、州知事の恩赦により釈放されたが、すでに彼に対して、奨学金を申し出る大学は、バスケでもアメフトでも皆無だった。しかし、服役中に、母親が、ジョージタウン大学バスケットボール部ヘッドコーチの、ジョン・トンプソンに受け入れを嘆願したことで、最終的には、奨学金を得て、同大学へ進学できることとなった。ちなみに、服役中には、 多数のファンレターや現金、熱狂的な女性ファンから下着が送られてくるなど、アイバーソンの人気は衰えを知らなかった。また、白人の監視からは、暴言が書かれたメモや、アイバーソンと名前の書かれた人形と首吊り紐を渡されるなどのいじめを受けていたことを、関係者が明らかにしている。大学では1年生時に年間最優秀、守備選手賞と新人王を獲得し、 二年生では、オールアメリカンに加え、引き続き最優秀守備選手に選出された。とにかくその才能はズバ抜けており、2シーズンでの1試合平均23得点、二年生のシーズンにマークした年間124スティールは、チーム記録である。大学2年の時点で、すでに世界最高のポイントガードと評されることもあった。また、1995年に、 福岡で行われたユニバーシアードにアメリカ代表として参加資金メダルを獲得した。家が貧しく、妹が病気だったこともあり、家計を助けるために2年を終えた時点での NBA 入りを表明した。1996年の NBA ドラフトでフィラデルフィアセブンティシクサーズによって全体1位で指名された。史上最も身長が低いドラフト1位としても話題になった。 1996から97シーズン、新人ながら、リーグ6位の1試合平均23.5得点、同11位の7.5アシスト、同7位の2.07スティールを記録、新人記録となる5試合連続40得点の活躍などで、ルーキー・オブ・ザ・イヤー、オールルーキー・ファーストチームに選ばれた。アイ・バーソンの活躍によって、シクサーズのチケットは飛ぶように売れた。 ルーキーにもかかわらずマイケル・ジョーダンと真正面から1対1を仕掛けるなど度胸の強さを見せつけた。一方で、ジョーダンであっても尊敬しないというコメントは仏義をかもした。コートを離れれば尊敬している。と釈明している。1997から98シーズンにラリー・ブラウンがヘッドコーチに就任し、平均得点は22点に落ちたものの、 フィールドゴール成功率は向上し、チームも前年を上回る勝率を残した。1998から99シーズン、ポイントガードからシューティングガードにコンバートされると、さらに得点を量産するようになり、平均26.8得点を記録主発の得点王を獲得。得点王としては NBA 史上最も低い身長の選手である。 オール NBA ファーストチームにも選ばれた。またプレイオフにも初めて出場。1回戦のオーランドマジック戦では、第3戦にプレイオフ記録の10スティールを決めるなど、活躍し、アップセットの原動力となった。チームは、カンファレンスセミファイナルまでコマを進めた。1999から2000シーズン、平均得点を28.4まで伸ばし、初のウルスター。 オール NBA セカンドチームに選出されるも、プレーオフでは二年連続で、インディアナペイサーズに歯が立たず、最後の試合終了後には、悔し泣きする姿が見られた。二戦から零一シーズンは、ラリー・ブラウンの我慢強いコーチングによって、チームプレーの大切さと集中力を切らさない、メンタルケアによって審議体が安定し、平均三十一点一得点を記録して、再びの得点を、そして、 スティール王に輝き、加えて、オールスター MVP、シーズン MVP も受賞するなど、まさに破竹の勢いであった。プレーオフに進んでも、セカンドラウンド第2戦で、プレーオフのチーム記録となる54得点、第5戦で、マイケル・ジョーダン以来の同一シリーズでの複数50得点超えとなる52得点を記録。カンファレンスファイナルでは、大学時代からのライバル、レー、 アレンの率いるミルウォーキーバックスと7戦までも釣れる、死闘を展開。第7戦では、校内の流血を隠しながら、プレーを続け、第7戦における歴代4位体となる44得点を上げて、チームを1983年以来の NBA ファイナル進出に導いた。ロサンゼルスレイカーズとのファイナルでは、第1戦、試合は、オーバータイムまでも釣れた末、マッチアップのティロンルーを、 クロスオーバードリブルで振り切って放ったジャンプシュートを決め勝負をものにしたが続く4試合を続けて落とし1勝4敗で敗退した2001から02シーズン2年連続で得点王とスティール王となったがチームはプレーオフ1回戦で敗退した2002年2月に地元フィラデルフィアで行われたオールスターにはジュリアス・アービングがつけていた背番号6で出場した プレーオフでも平均得点30.0を記録するものの1回戦敗退。2002から03シーズン、キャリア初となる82試合フル出場を果たし、3年連続スティール王となったが、チームはプレーオフ2回戦で敗退した。平均得点は27.6とし、プレーオフでは平均得点31.7と爆発するが敗退。2003から04シーズン、 肩や膝の怪我で34試合に欠場し、フィールドゴール成功率は自己最低を記録した。チームはプレーオフ進出を逃した。2004年オフ、アテネオリンピックに代表選手として出場したが、銅メダルに終わった。国際大会の参加には、消極的な選手が多い中、強い参加意欲を示しているアイバーソンだが、今大会以降召集はされていない。 2004から05シーズン、ポイントガードに戻り自己最高の平均7.9アシストを記録するとともに、自身4度目となる得点王のタイトルを獲得。4度の得点王は、ジョージ・ガービンと並んで、史上3位タイである。チームは、第7シードで、プレーオフに進出するが、デトロイト・ピストンズ相手に一勝しかできず敗退した。2005から06シーズン、得点は、 自己最高の1試合平均33得点、7.4のアシストと奮闘するも、チームが結果的に効果の薄いトレードを繰り返したこともあり、自身の活躍が勝敗に結びつかない状況となった。この年はプレーオフを逃した。しかし、アイバーソンの個人成績としては、キャリア最高クラスの成績を残した。アイバーソン個人としては、花々しい成績を収めながらも、 チーム成績は下降線をたどる一途のため、シクサーズは再建を図るためにチームの解体を余儀なくされていた。そしてついに2006年12月19日、アイバーソンはアンドレ・ミラー、ジョー・スミス、2つの2007年のドラフト1巡目、指名権と引き換えにイヴァン・マクファー・リンと共にシクサーズからデンバー・ナゲッツへトレードされた。その時点で、 NBA 得点ランキングで2位であったが数、試合欠場した上での移籍となり、プロ入り以来10年以上在籍したチームに別れを告げた。2006から2007シーズン、ナゲッツに移籍してからの平均得点は24.8としたものの FG、3P 成功率は向上し、シクサーズ時代に見られたセルフィッシュなプレーは少なくなった。またナゲッツにはアイバーソンが移籍した当時、 得点王ランキング1位だったカーメロ・アンソニーが所属しており、アイバーソンとアンソニーはリーグで最も強力なスコアリングデュオとして期待されるようになった。2007年1月23日には通算2万得点を達成した。プレーオフには出場したが、ティム・ダンカン、トニー・パーカー、エマニュエル・ジノビルのビッグ3を要するサン・アントニオ・スパーズに1勝4敗で敗れた。 アイバーソンも FG36%、平均得点も22.8とシーズンの成績を下回る成績で不完全燃焼でシーズンを終えた。2007から2008シーズン、シーズン当初 PG でプレーしていたものの、アンソニー・カーターが PG についたこともあり、SG に戻された。以後は51得点するなど、ハイアベレージを記録するようになり、 一時期は得点ランキングで2位までつけた。チームのエースはアンソニーだったが、主導権は徐々にアイバーソンが握るようになり、最終的には平均26.4得点を記録し、アンソニーを抑えてチーム杯の成績を収めた。チームは50勝32敗の好成績を収めたが、シード権は第8シードとなり、1回戦で第1シードのレイカーズと対戦。 スイープ負けを喫した。翌2008から09シーズン、ナゲッツとの契約延長を希望するアイバーソンに対し、チームは開幕前から今シーズンで契約が切れるアイバーソンをトレードに売り込んでいた。そして、開幕わずか6日後の11月3日、チャンシー・ビラップス、アントニオ・マクダイスラとのトレードで、デトロイト・ピストンズへ電撃移籍することが決まった。デンバーまでの背番号は、 3だったが、デトロイトにはすでに3番をつけているロドニー・スタッキーがいたため、背番号を1にした。アイバーソン加入後、ピストンズは過去5年間で最も低い成績に低迷し、トレードは失敗であったとメディアに評価されている。2008から2009シーズンの試合中、腰を強打。これにより、アイバーソンはシーズン終了。同年のプレーオフ、ピストンズは、 レブロン・ジェームズ率いるクリーブランド・キャバリアーズに敗退した。経済不況やスターターにこだわる姿勢などでなかなか次の契約先が見つからなかったが、2009年9月10日、メンフィス・グリーズリーズと契約した。しかしシーズン開幕直後に個人的な理由でチームを離脱し、2009年11月16日にわずか3試合の出場で同チームを退団。 2009年11月25日、引退を表明。引退を表明してからおよそ1週間後の2009年11月30日、アイバーソンは、かつてのフルス・セブンティー・シクサーズの代表者と会い、その2日後契約の正式なオファーを受け、2009年12月2日、引退表明を撤回し、フルス・フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズと1年契約を結んだ。 契約会見を行ったアイバーソンは、途中何度も流れる涙を白いハンカチで拭いながら、試合に出られないことは苦しかった。その事実にどう向き合えばよいのかわからなかったと、それまでを振り返り、このチームの勝利に貢献できたら自分は満足だと、再びフルスで戦うことになった喜びを語った。しかし、アイバーソンに、フィットしないチーム戦略や、 プライベートの問題を抱えており、出場機会は限られていた。シーズン終了後、セブンティー・シクサーズとの契約は更新されず、他の NBA チームからのオファーもなかった。10月29日にトルコリーグ一部のベシクタシュと400万ドルの2年契約で、基本合意。キャリア初のアメリカ以外のリーグでのプレイとなったが、2011年に退団した。2013年10月30日。 正式に引退を表明した。2014年3月1日、フィラデルフィアセブンティシクサーズは、アイバーソンのセブンティシクサーズ在籍時の背番号3を永久欠番にすることを発表した。2016年9月9日、ネイスミスメモリアルバスケットボール殿堂入りが正式に決定、その栄誉を称えられた。183センチメートルの身長ながら、 216cm のシャキール・オニールと毎年得点王争いを繰り広げたポイントゲッターであった。彼の代名詞であるドリブル技、クロスオーバーは長いリーチを生かした振り幅と鋭さでディフェンダーを抜き去り高い身体能力を生かしたフィニッシュ能力で得点を量産した。当時まだ 213cm 以上あるビッグマンが試合を支配していた時代でありながら 体格差をものともしないプレースタイルでカリスマ的人気を博し、現代バスケにおけるスコアリングガードの先駆者でもある。また、PG としてもアシストを量産できるパスセンスも兼ね備えリーグを代表するコンボガードでもある。 https://www.youtube.com スラッシュオッチ、v 3 8 7 a 8 8 b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m はと b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。